ただいま。え？何？ほらちょっとやんな。やんなよ。ほらほらほらかっこいいでしょ。めっちゃでかいもの手に入れた。それ何？かっこいいね。でかいねそれ。かっこいいね。あれじゃない？ん？あの。何のゴミこれ？長いさ草とかをさ、うん、なんかつまむ男の子のロマンみたいな。そうそうこういう。そう。河原でこう。そうそうそう。今日はこのために生きてきました。カルディで買ったなんかタコスキット。オールドエルパソタコキット、これさえあればこれが作れる、家でタコベルということで、中身見ていきましょう。このキットでれん、あ結構パリパリ、この段階では結構パリパリです。何枚入ってるの？12枚入ってます。そしてどっちかがシーズニングでどっちかがソース。ちなみに今回 300g のお肉、豚で仕方なくやります。余分な油どうやって入れるんですか？入れます。この一袋で肉 500g らしいんで、あ、なんかタコスっぽい匂いしてきた。沸騰したら弱火にして水気がなくなるまで煮込みます。蓋はしないそうです。うん、タコミート。これパリパリになれば正解なの。パリパリではある。はい、レタスとトマト。よっしゃー、これもカルディで買ったレモンビール、うん、はい、泡だけ。それじゃあ行ってみます。順番どうなんだろう。いろいろ考えたら下に入れたっすね。これすごい口が閉じちゃった。うわ、あ、割っちゃった。こうしてこうしては、美味しい。電子レンジで1分温めるのとトースターで5分温めるのあって、トースターにしてみました。美味しいじゃん。ちょっと待って、これ皿必要だね。うわ、我が家のタコベル。いただきます。どうぞ。あ、チーズはチーズだ。うん、モツバーガー。うん、全然豚肉でもいいね。
これ手で取っていいの？うん。これ手を汚さないで食べる方法ある？なんでこんなパリッとしてるの？なんかトルコだっけな、本場はハードシェル、うん、アメリカはソフトシェルなんだって。うん、割っちゃった方がいいよ。わー、うん、おいしい、おいしいけど。で、これ本場はどうやって食べてるの？いや、本当はもうちょっと口開いてんだけど、うん、オーブンで温めてる間にこう口閉じてっちゃって、ちょっとすっごい汚れるけど美味しい。うんうん、ちょレモン感はないけど、あ、ちょっと甘いビール、さっきも火入れすぎた。うん、本当もうすぐ。このカリカリ美味しいね。うん。今度レンジでチンしてみる。うん。あと何個いける？3個ぐらい。結構いける。うん。なんかいっぱいチンしてる。このままじゃダメなの？このまま行ってみる？あ、そっちはパリパリじゃないの？いや、でももう元からパリパリなの。このまま行ってみる？うん、お菓子みたいな。ね、ていうか、どんなことだよ。うん、これ単体でもうまいのか。あ、これセットなの？うん、え？なんだと思ったの？これはこれだけなのかと思った。どう？あ、別に意味ない。逆意味、逆意味何？一緒？そんな変わんないかも。今ちょっとでも噛みづらいかも。これ何が正解なの？わかんない。美味しければ正解。あ、でも焼いた方がまあ美味しいかも。うん、焼いた方がどんどん、うん、焼いた方が美味しい。うん、電子レンジだと柔らかくなるのかな。いや、これ焼いた方が美味しい。あ、そうだね。全然違う。似てる。うん。うん。食べにくい。うん。タコベル食べてみたい。あと何個食べれる？2個。2個。何個？とりあえず私も2個。うん、あ、全然違う。全然違う？パリパリの方が好きかも。うんうん。え、電子レンジでもパリパリなんだ。え、パリパリ、あ、パリパリだ。でも結局さ、狭いね、口が。え、これソフトの方が好きっていう人もいそう。本当、ソフトシェルだったらもっと綺麗に食べれる。うん、なんかパリパリだから美味しい。うん、こういうさサラダさ、あった、うん、上に、ま、散らすやつでしょ。うん、まあ、内側がパリパリのやつがココスにあった、ココス。うん、本当綺麗に食べれた試しがない。そうだね、割と寒いかも。何の歌？坂本博士の天使だ。ああ、よし、絵が素晴らしい。
ちゃ美味しそう。疲れた。ちょっと両替してくるわ。ああ。欲しい。ちょ。ああ、来ない、来た。なんか厳しいくない？厳しい。クロワッサンだよ。クロワッサン。どういうこと？クロワッサンですよ。どう楽しむ？見て、お湯のボタンもあるじゃん。お湯が沸けました。起きたい。いいかな。ノーマルがいい。これレストラン系だね。どれもレストランじゃん。この鈴のマークの白いのがいい。ある。あ、レストラン。あ、レストランだ。あ、鳴らしてみよう。もう電池入ってるのかな。喫煙。これなんかフリーズみたい。お願いします。ね、これどういう音だったっけ。もっと甲高いんじゃない。あ、来た。やった。黒いけど来た。いい。一緒？なんだよ。一緒なの。高いイメージあったけど。ね。せーの。めっちゃ上に雨を語りかける。はっはっは。乗せてよこれ。あ、綺麗。うん、いいよ。うん、今年も咲いてくれたね。綺麗な色だったけど。いいじゃん、いいじゃん。あ、もう結構咲いてるじゃん。結構咲きじゃない。うん、もう七分咲きぐらいじゃない。いや、これいいね、満月と相まっていいね。うん、いやでも十勝からしたらこの夜景綺麗でしょ。長川にもっといい夜景あったじゃん。うん、もっと電気の数多かったと思う。うん、でもそういうことじゃなくてさ、やっぱさ、開けてるっていうのも大きいな。そして今宵は満月。ただなんでおどろおどろしいんだろうかな。めっちゃ合うじゃんその音楽。じゃーん、夜桜。あ、くっきり分かる。あ、すごい。次写真撮ろう。えって思わせてみる。